どうもお疲れ様です、11月16日朝6時を過ぎましたので、相場解説をしていこうかと思います。まだテクニカルが戻ってきてるとは非常に言い難いんですけども、デイリーの方ですよね、大きく急落した後まだ落ち着きを取り戻すには時間がかかると思いますけども、とりあえずね、日銀の総裁が、まあ、これでいいんじゃないのみたいな発言をされたんで、もう介入もないですし、あの材料以外の突発的なね、えー、中央銀行の大きな揺さぶりもないと思います。 それから CPI もありましたけどもあれも収まってますんでこれからテクニカルが徐々に増上されていくんではなかろうかと思いますただまだねテクニカルの材料が揃ってないんでこうなったらああですよとまで言えないんですよでこの辺もまあまあテクニカル的にもねない形じゃないんで 大きく上から来たところがもうバウンドしてねこういう,ふうな形を作てるのはないことではないんで、まあ、これでやっていけるんではないかなと思いますねただ無理はしないようにした方がいいと思いますあの自分の裁量を超えたテクニカルが必要なときはあのリスクが高まってますからですので自分の扱えるテクニカルがあれたときに、まあ、そこでエントリーしなければ余計な損失を出して取り戻すのにまたね時間をかけてしまってそれがポジプジョになってくるわけなんですよ ポジポジ病がなんで起きるかっていうと、しなくてもいいエントリーをするがために、そのエントリーで失敗したのを取り戻すために、また無理なエントリーをするっていうことがポジをね、たくさん作ることになりますけども、そもそも必要な時に適正なロットをかましていって追撃すれば、少ないロットでもね、ちゃんと大きな履歴取れますからね。その考え方をこういう時に改めて確認しておきましょう。で、1時間で物を語っていく時に、価格はね、もう決めてるんですよ、私、とりあえず。折りガーの方には申し上げましたけども、139のね、475。 139の475ですよ。まずはね。このあたりに1本引いて、15分で見るとね、わかりやすいんですけども。そして138の380。138の380ですよ。このあたり。まあ、このあたりに引いていけばいいんじゃないかなと思ってますね。ちょっと違いますね、これね、380は。このあたりですね。うん、ここでえ、ちょっと箱を作っていければ、 逃げてくるんじゃなないいかなと思いますね、まあ価格の方はねあのまた改めて設定したいと思いますけども15分見てみましょうか15分をちょっと引っ張ってきますねこれですよえー、まあこれで言うとそうですね138-350と言ってもいいかなここですね135-350で上の方がこの辺りです139-415ですねこの辺りで設定すればいいんじゃないかなと思いますね まあ、あの、数字はピタッと一致しなくてもそのあたりってことです。とりあえずは、アバウトにレンジの方を作っていきましょう。このレンジも、ま、変更もあり得ますからね。じゃあ、今日はそんなところでございます。えー、また様子を見て、後ほど追加で放送します。